こんにちは、ビハイア株式会社の大山です。弊社ではアニメゲーム漫画業界の発展のために、アニメゲーム漫画業界専門の求人サイトクジョブと、ビジネスマッチングのラクビジというものを運営しております。で、それを通じてですね、いい人が採用できて、で、さらにいい仕事について、より良い作品をですね、世の中に。 溢れさせていきたいなというふうに思っております。で、今日は番外編で、あの、私そういうふうに視野が狭くなっちゃうっていうふうに思ったので、アニメゲーム漫画以外の読書っていうのを、えー、今月100冊から300冊やってるんですけども、その中でおすすめの本を紹介したいと思います。今日は、天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある山口真由さんの本です。で、この山口真由さんっていうのがですね、えー、東大、 主席,後主席で卒業されて、弁護士になった上流弁護士のすごい若い美人の方なんですけれども、そういうふうに若くて美人で弁護士で東大出身とかっていうふうになったら、もうみんな羨むような、あのなんだろう、顔パスじゃないのとかっていうふうに言われることもあると思うんですけれども、もう彼女はもう努力の人なんですね,ね、本にも書いてあるんですけれども、もうとにかくとにかく努力をしまくる。 もう時間を使うもうたくさん書くそれによってえー、まあ天才は作れるっていうようなあの方ですね。 読書とかでもそうで私も月100冊から300冊読んでますっていうふうに言うと「え速読ですか?」って聞かれるんですけれどもあの最初からなんか速か読の技術を身につけてバーッと読めるようになりましたっていうわけじゃなくってやっぱり最初もう最初の1年間ぐらいコツ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 もうとにかくとにかくあの1冊10分で読むぞみたいな目標を持ってうわー <laughs> 目の動きを速めるとかページのめくる速さをもう自主的に速くするとかっていう風に訓練をしました。 ね、それによってやっぱりあの慣れっていうのもあるんでしょうねちょうどあのサッカーのリフティングっていうのを練習することによってだんだんあの長くできるようになるのと同じで、えー、速読だだだっったたりり勉強だったりも同じや、えー、やればやるだけ上手くなるっていうことですで、まあなのでですね、まあ、自分にはできないよって諦めてる人にはもうとにかく時間使えばできるようになるよっていうのが分かっていただいて、えー、やってみると 一つ、あの、諦めてたことができるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ試してみてください。今日も業界発展よろしくお願いします。